響け気づいちゃったマジでかちゃん。カップ焼きそばってよく考えたら焼いてないよね。気づいちゃった気づいちゃったわーいわい。燃えるゴミと燃えないゴミってあるけど、頑張れば燃えるよね。気づいちゃった気づいちゃったわーいわい。あれ、わ、なんかこのシーン見たことある。え、こういうとこで撮って、え、こう、うわすごい、うわデジャブだこれ、デジャブ、うわこれすごいデジャブ、デジャブだーって。デジャブって本人しかテンション上がんないよね。気づいちゃった気づいちゃったわーいわい。クリームパンって優しいよね。気づいちゃった気づいちゃったわーいわい。正月のカウントダウンイベントの時にこう12時になった瞬間ジャンプをして、俺さ12時になった瞬間さ地球上にいなかったんだぜーっていうやつがいるけど、そのままいなくなっちゃえばいいのに。気づいちゃった気づいちゃったわーいわい。僕みたいに太ってる人は冬になると体から湯気が出るよね。しかも僕みたいに太ってる人は冬だけじゃなくて夏も湯気出てるよ。夏のデブのここら辺見て、かげろうみたいになってるから。しかも僕みたいに太ってる人は留守番電話を入れると鼻息しか入ってないよね。チャーハンおかずにご飯食う、でっかちゃんでした。チャンネル登録お願いします。